藤間です。今日はね、仮想通貨、特にビットコインの、2025年までの流れについて解説していきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信しているので、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ビットコインについては7万ドルから4万9千ドルぐらいまでね、まあ、天井から3割ぐらいは、天井は7万3千ドルか。まあ、3割ちょっとぐらい下がったんですけども、これはね、問題ないと。むしろ僕は、ここから上がってくるための、一回下に降ってきた下落なんだかなと思ってます。で、そういう考え方をしてる人も結構多くて、過去にもね、このベアトラップっていうね、弱気の罠って言ってベアトラップなんですけど、一旦下に降ってから上に猛烈に上がってくるっていう動きはね、結構過去ビットコインはやってます。それがまあこの図なんですけど、まあ、今ここのねちょうど押し目のところに当たってるんじゃないかという意見が出てきていて、まあ、僕も多分そうなんじゃないかなと、しばらくその5万ドルからまあ7万ドルぐらいまでで揉み合って、一回一瞬下ね5万ドル割ってきて4万9千ドル振ったけど、今から上がってくるためのまあ下落だったっていうふうに、ね、見えやすいかなと思います。あとはまあサイクルとしてもね、まあ、半減期が終わってから4,5,6,7,8 と、まあ5ヶ月ぐらい経ってますので、まあ、そろそろね、来年の天井に向けて、まあ、強い上昇が始まってきやすい時期かなという感じでも思ってますので、まあ、ちょうどねやっぱりサイクル通りに動いてるって感じで間違いないし、まあ、サイクルが崩れるような理由も特に何もないので、サイクルは崩れましたとかね、もうバブルは崩壊しましたとか言ってる人ほど、大して過去のねビットコインの歴史とかビットコインのその関連するニュースとかをまあ理解してないってことが多いかなと思います。はい。で、過去にもこれフラクタルって言って、フラクタルっていうのは過去にもあったよっていうことをね、過去にも繰り返したよってことなんですけど、過去にも本当によくあってて、2017年のバブルですね、2つ前のバブルです。その時もありました。4万7000ドルぐらいまで上げて4700ドルまで上げて2900ドルぐらいまで下げたんです。半分近く下げて、そこから猛烈なこの上昇ありました。で、2020年ぐらいもね、ありました。2020年は、日本円で1万ドルか、ドルで言います。1万ドルぐらいから3800ドル。これコロナショックだったんです。コロナが蔓延して、世界的にロックしたりとか、飛行機が飛ばなくなったりとかして、まあ、経済が停滞するよねってなった時にコロナショックがあったんです。2020年の3月ですね。その時に1万ドルから3800ドルまで半値以下ぐらいまで下がって、まあ、株価とかもめちゃくちゃ下がったんですけど、結局その後、ものの1ヶ月ぐらいで全戻して、そこからずっと上に上がっていったっていうのがあるので、まあ過去もね同じようにね、結構これもうダメなんじゃないかっていうことで、一回初心者を揺さぶって退場させた後に猛烈に上がってくるっていうことね、これあったんで、まあ今回その8月にね4万9000ドルまで下がったんですけど、今から上がってくるための下落になるんじゃないかなと思ってます。はい。ただまあもちろんね、そのどんどんその今月、まあ、8月からもうめちゃくちゃ上がるっていうよりは、まあ、ゆっくりじわーっと上がっていって、まああれよってあれという間にね上がっていって、あ、もうちょっと落ちたら買おうと思ってたのにっていう人を買わせないようにするっていう動きかなと思います。僕のところのコメント欄にも4万ドルになったら買いますとか3万ドルになったら買いますとかって言ってる人いるんですけど、残念ながらそこまで落ちませんので、そういう人に会話を与える隙もなく、あっという間に7万ドル、8万ドル、9万ドルってなるでしょう。はい、ということで、今日参考になったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしくお願いします。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。